皆さんこんにちはモナ・リザ・クロームでございますいつもご視聴いただき誠にありがとうございますさって皆さんエンジェルズ・キス・フォールズ・オン・ミーボリューム12の撮影が終了しましたこのシリーズは昨年の4月から月1日 1>, 回撮影する1年間を通して4月5月6月と月1回撮影してきましたが昨日の撮影で12回の全てを終えることができましたこの間モデルを務めていただきました桃香さん 実はとんんででもないいを出していたんですよ今だから言いますが「髪の毛は切らないでください」「彼氏は作らないでください」とかわけのわからないことを、えー、要望していたんですけれどもねまあお忙しい中1年間モデルとして活動活躍していただき 本当に心から感謝申しし上げまますありがとうございましたこれは昨年ニコン DF 友の会写真展の時にね、えー、披露させていただいたフォトブックになりますけれどもまあこういった冊子もね、えー、作ることができましたし東京のギャラリーニューの会場にまで 彼女とお友達が来てくださいましたね。で、友の会の会員の皆様方が桃香さんにお菓子をいっぱい出してくださって、えー、たくさん食べて、えー、戻られたという話をしていました。ニコン DF 友の会の皆様方にもいろいろお心遣いをいただき感謝申し上げます。さて、 今回はこのシリーズで初めて写真ではなくビデオムービーでの撮影を行いました。もともとこの α74 を購入した時にムービーの撮影をこう想定していたんですけれどもそれがなかなかうまくいかなくて約1年ですね やっと自分なりに撮影できるようになったということになります。今回撮影のために持っていったレンズはこの 24mmGM それからこの 50mm ですね 50mmF1.2GM それからタムロンの 最近よく使っているこの 2040mmF2.8 そして標準ズームレンズですねタムロン 2875G2 どのレンズももう使い慣れたレンズですから自分の体の一部のように使うことができますただ写真と動画は違います 写真と同じようにこのレンズが機能するかというとそうではありません。そこは大変難しいある意味では奥が深いんですけれども特に動画撮影で一番気をつけなければならないのが手ぶれですよねその手ぶれをいかに少なく撮影するのか。 これが今回の撮影のポイントになりました。最初は三脚を使って撮影していました。三脚を使う、つまりブレのない絵を撮る、動画を撮るためには三脚を使うのがベストです。セットして撮るんです。ただ、 三脚を使うということは、画面の構図を考えた場合、単焦点レンズを使うより、ズームの方が便利です。例えば、ちょっと寄った絵を撮りたいという時には、ズームリングを回してあげればいいわけですよね。自由に画角を変えることができる。単焦点レンズであれば、 三脚ごと持って移動しなければならないんですよ。ですから撮影の最初はズズーームレンズからスタートします、えー、特に先日和歌山に持って行ってもう大活躍してくれたこのタムロンの 2040mmF2.8 ですね。これを主に使っていました。 なぜこのレンズかと言いますと室内で撮影する時にこの20ミ、mm、リが効いてくるんですよ。狭い部屋を広く見せるることがでできるわけですしかし三脚で撮影しているとダイナミックな絵を撮れないという課題にぶつかります。 変化のないつまらない構図ばかりになってしまうんですよさらに大三元とは言っても F2.8 以上明るくすることはできないんですよ大きなボケを作り出すことができないんですそれでうーんこれはやっぱり24父マスター このレンズだなということで切り替えました。と同時に7、α74 だからできること。三脚を使わなくても手ぶれを抑えられる。つまり、光学5軸とジャイロセンサーを使ったアクティブモードを持ってるじゃないですか。このカメラは。それをオンに するだけで手ぶれの少ない綺麗な映像を撮ることができるんですね今お見せしている絵はスチル写真での撮影です以前もお話しさせていただきましたがこの2 4リチーマスターのボケはとても美しいんですこのボケに匹敵するレンズ でもう私の経験体験上それは一つしかないんですよそれはこのニッコール 58mmF1.4G このレンズのボケとこの 24mmGM のボケっていうのは私の中ではあくまでも個人的な意見ですけども私の中では特別なんですよね。 これも写真になります動画も合わせて撮っていますけれどもまあピントを合わせるのが悩みましたねアルファ7ーを使うと瞳 AF の性能が良すぎるどんな場面でも瞳が入るとピントが全てそこに行っちゃうんですよなので このようにに顔をぼかそうとする時にはちょっと厄介なんですよねなので私は、まあ、カスタムボタンもうこのカスタムボタンを全部自分の使いやすいようにセットしてるんですけれどもこのレンズについているカスタムボタンは瞳 AF のオンオフの切り替えにしています。 これは瞳じゃなくて手前にあるもの瞬時に私が求める絵をこのボタンを使って撮影するようにしていますこの写真はレタッチをしてるんですよちょっと見ただけでは皆さん方はお気づきにならないと思いますが実は 桃花さんが浴槽に長時間入っていたために彼女の指がふやけてしまっています。シワになってるんですよ。それはやっぱりまずいのでそれをアプリの機能を使って修正しています。写真の場合はそれが簡単にできますが。 では動画の場合はどうするんだっていう問題に今私は悩まされています。ファイナルカットプロでそれができるのかということですね。この辺りはこれから考えていこうと思っています。これはエンディングの一コマになります。 やはり 24mmG マスターがいい仕事を通してくれていますこの空間表現私のお気に入りになりますでこれエンディングなんですけれどもうんまあちょっと悩んでますね実はもう少し撮りたかったんですけどもちょっとハプニングがありまして撮影を急遽切り上げて えー、帰らなければならないということがありましたさて今回は動画撮影ということで4本のレンズと α74 を持っていったんですが実はもう1台カメラを持っていったんですよそれがこの ZVE10 と E15mmF1.4G のレンズですいつもこれを撮影しているカメラですね 予備として持っていきましたが実際には出番はありませんでした ZV-10 は小型軽量なのですごく扱いやすい撮影も楽なんですよこういう重いカメラと違ってアングル、例えばローアングルから撮るとかちょっと難しい位置から撮影するんであればもう片手でヒュッと撮影できるんですけれどもでもやっぱ やっぱり、ね、この α74 のようなアクティブモードはありませんしちょっと出番がなかったですねいい絵を撮ろうとすればするほどやはりこの α74 の能力の高さが実感として感じましたね α7S3 ではできないことができるそれがスーパー 35mm クロップモード1.5倍の撮影ですね。まあともあれ今回の作品は最後ということで気合が入っています。私なりに。音楽も自分で作曲してつけますので発表までは少し時間がかかりそうですがその前には ボリューム10とボリューム11まだ公開してませんのでそちらを公開させていただきますともあれ満足できる撮影をさせていただきモデルの桃香さんには感謝申し上げます同時に陰ながら支援してくださっていたお母さんにも感謝申し上げますありがとうございました